皆さんこんにちは、こんばんは。今回も始まりましたスノーボードハッチャンネル、ご視聴いただきまして本当にありがとうございます。さて今回のスノーボードハッチャンネルはランドクルーザープラドで行く日円もみじラインの紅葉を巡りということで、前回はハーレーダビッドソンで鬼怒川側の峠を下ったんですけれども、今回はランドクルーザープラドに乗りまして、塩原側の紅葉を下から登って楽しんでいこうということで、皆さんにねお届けしていきたいと思うんですけれども、ぜひお楽しみください。このようにね日が当たるととても鮮やかに映りますんで、それでは日円もみじラインの紅葉をぜひ最後までご覧ください。はい、ということで、早速左手に見えますのはスープ入り焼きそばの釜彦さん。もう並んでますね、すごいですね。10時50分ですよ今、午前中の。もう並んでました。11時からオープンなのかな、まあ、ちょっと分かりませんけども、すいません。で、前回ハーレーダビッドソンで日円もみじラインの紅葉を巡った時には喋らなかったんですね、私。喋らずに景色だけお楽しみいただいたんですけれども、今回もそのようにねしていこうと思いますので、景色だけをぜひゆったりと楽しんでみてください。もうすぐ日円もみじラインに入りますので、ゆったりと紅葉を楽しんでください。それでは行ってみましょう。
はい、ということでハンターマウンテンスキー場に到着したというところで、今回はこんなところで失礼したいと思います。なんかもうだいぶ色が落ちちゃっているところ、葉っぱが落ちちゃっているところも多い感じしましたよね。場所によってはまだね、綺麗なもみじ紅葉が楽しめると思いますので、もし来てみたいなという方の参考に少しでもなれればいいかなというところで、今回は撮影してみました。ランドクルーザープラドもやはり快適ですね。リフトアップして3ヶ月ぐらい乗ってますけども、とても快適です。ということで、今回もスノーボードハッチャンネルご視聴いただきまして本当にありがとうございました。スノーボードハッチャンネルではプラド、ハーレー、スノーボード、薪ストーブなどなど、楽しいなと思えることを中心に動画を作ってアップロードしております。少しでも興味があるなという方はぜひチャンネルの方をご登録していただいて、過去の動画や最新の動画などなどご覧いただけますととても嬉しいです。ということで、今回のスノーボードハッチャンネルはこんなところで失礼したいと思います。最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。